拝殿御五社神社、諏訪神社は、静岡県浜松市中栗町、JR 浜松駅の西北西約1キロメートルの中心市街地にある神社である。隣接して鎮座していた五社神社と諏訪神社とが、昭和35年に法人格を一つとして五社神社、諏訪神社と称したものである。合併の後に神社本庁の別表神社に、加列された。現社殿は、 昭和五十七年の祭典である。両者もに徳川秀忠のうぶすな神とされたことから、子守り、子育ての神として、人々の崇敬を集めている。五社神社は、太玉の命、仏神なり命、最終命、雨の小屋根の命、姫大臣の御柱の神を主催神とし、ここから五社神社という社名になっている。もともとは、太玉の命を祀る神社であったものに、 春日大社の祭神余柱を勘定して、現在の御柱となったものと見られている。愛殿に、王神天皇、徳川家康を祀るほか、菅原道真、大晦ザ左ソン稲倉魂命、大姫命、菅の命を合志している。戦国時代初期の引く間城主、久野越中守が城内に創建したのに始まると言われる。後に、 徳川家康が浜松城主になり、天正7年に三男長松が誕生すると当社をうぶす神とし、現在地に社殿を建立して、天正8年7月に潜座、車両15国を寄進した。慶長15年に秀忠から100国が寄進された。寛永11年の家光上落の際、東照宮を勘定し、200国が加えられ、以降、 300国の主因地を領することとなった。明治6年に建社に、列格した。かつての社殿は、官営18年に家光の命で再建されたもので、大正3年、1914年に特別保護、建造物に指定されたが、昭和20年6月18日に、第二次世界大戦の戦災により全焼した。消失した社殿は、廃殿、石の間、 本殿が一体となった根源づくりであった。諏訪神社は、竹見中たの地、矢坂かたなうり命、のち、ことしろのしのを主催神とし、愛殿に徳川家康を祀る。当社の神職について、鮭の杉浦氏、渡辺氏は、諏訪大社と同じく代々大法理を称した。延暦十年に、坂の上の田村丸が当世のりに敷地宮城中島村に放災したのに始まるとされる。 一度かの変遷を経て、工事2年に新宅により、浜松に移され、五社神社と同じく、徳川家の崇敬を受けた。官営11年の家光上落の際に、五社神社と同じく東照宮を誕生し、車両の画像を受け、以降300国の主因地を領することとなった。官営18年、家光の命により、現在地の五社神社社殿の隣に社殿が造営され、潜座した。 旧社殿には、元羅元年と、官営18年の棟札があった。この社殿は、様式的に見て、元羅年間混流のものを、官営年間に移転改築したものとみられる。この旧社殿は、昭和13年に、当時の国宝保存法に基づく国宝に指定されたが、昭和20年6月18日に戦災により、全焼した。権限造りの社殿のほか、カシベカラモン、 楼門を含む4棟が、旧国宝に指定されていた。ありがとうございます。